やだもう、いち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 、なんでうちに指図すんのよ。もう何言ってんだ、俺はお前を心配して。だからそれが余計なお世話なの。もうお兄ちゃんついてこないで。今はそんなわがまま言ってる場合じゃないだろう。見てみろ、あたりの様子がおかしいだろう。確かになんか変だけどさ。何があったかわからないが、気がついたらこんなありさまなんだ。そもそも俺たち二人とも突然気絶してたんだ。どう考えたって異常だろ。だからいいか、絶対俺から離れるなよ。だからなんで命令するの。何様だよ、うん、俺はお前の兄なんだぞ、心配するのは当然だろう。はいはい、何様って言うならお兄様でした。心配なんてしてもさ、別に何ともなってなかったし、怪我もあざもないし、どこも痛くないもん。それに気絶だよ。気絶ないじゃん普通。人生初気絶。ドラマとかアニメでしかさ、気絶なんて見たことないのに。すごいよこれ。お前な。それにほら、なんだかわかんないけど、見慣れた景色が見慣れないものになってるんだよ。これちょっとワクワク。たく、お前ってやつは。は？なんだ今のは。地震とかじゃない？いや、まだ続いてる。地震っていうか、何かでかいやつの足音とかだろう。にしたってこんなでかい音、まさかまた化け物なのか。そんな脅かさないでよ。よし、俺はちょっと高いところから辺りの様子を見てくる。しないで。化け物に近づくかもしれないんだ。一緒の方が危ない。すぐ戻ってくる。だから絶対そこから動くなよ。いいな。
よし、これだけ高い木からなら遠くまで見渡せるだろう。あの足音の正体だけでも突き止めとかないとな。何か動いてる。なんだあのでかい化け物は。この足音の正体はあいつか。あの右腕、筋肉の塊どころじゃないな。あんなので攻撃でもされたら簡単に殺されちまう。とにかく危なそうな奴が近くにいると分かっただけで十分だ。急いでミュウのところに戻らないと。ミュウ、急いでここから離れるぞ。ヤバそうな奴がいる。おい、ミュウ、どうした？返事は？おい、あまり世話を焼かせるな。どこにいる？返事をしろ、ミュウ。ミュウ、ミュウ。おはよう、アクマ。おはよう、タクマ。ミノルたちはまだ寝てるか？アオイさんたちはどうだろう、まだ寝てるのかな？どうだろうね、見てこようか。いや、いいよ、起きたら食堂に集まるんだし。とりあえず今日はもう休もう。みんないろいろと疲れてるだろうし。そうだね、もう立っているのも限界だ。修二、大丈夫？そばに寄るな。ちょっと、まさか全員ここで寝るの？そうだけど、広いし平気だろ。綺麗なシーツもほらたくさんあるわ。そうじゃなくて、男子と女子一緒に寝るの？え？何言ってんだよ、そんなの気にすんなって。今はそれどころじゃないだろ。着替えとかお風呂とか他にもいろいろ、女の子には見られたくないことがたくさんあるのよ。確かにそうよね。今までは私が場所を変えていましたけど。葵ちゃんにだけそんなことさせてたわけ？最低。もっと気を使いなさいよ男子。そうよそうよ、さっきの言う通りよ。こら、無意味に煽るんじゃない。いや、でも
いつまた敵に襲われるかわからないし、なるべく一緒にいた方が安全というか。だったら校舎の中どこにいても同じじゃない。そんなこと言って私たちの着替え覗くつもり？やらしい変態。え、たくまくん？そんなわけないだろ。全然そんなつもりじゃないよ。変態ってなんだ？アグモンたらそんなことも知らないの？変態っていうのは体の形が変わることよ。虫の場合は幼虫からさなぎ、成虫に変態するのよ。ねえクネモン。けへえ、詳しいのね。なんだかそれって進化みたいだね。わからないことがあったら何でも聞いてちょうだい。いや、この場合の変態はそういうことでは。うむ。とにかく男女で部屋を分けるべきよ。言われるまで気にしていなかったけど、確かにこれはサキさんの言う通りね。まあ当然といえば当然ではあると思うね。くだらねえ。どうせ俺たちはここからなんか飛んだ濡れ着に着せられた気がするけど、どうするタクマ。先の言うことはもっともだ。今までは考えが足りなかったよ。そんな私もはっきりと言えばよかったし。ダメよ葵ちゃん、こういう時は男子に謝らせるものなんだから。もうサキさん、いい加減にしてちょうだい。それで二人の寝る場所だけど、ハル、ちょっといいかな。葵さんとサキは、ハルとミユキと一緒に音楽室で寝てもらうっていうのはどうかな。ミユキも女の子だし、ハルは見ての通りまだ小さいし。うん、まあそれならいいかな。ええ、私も大丈夫。ということで、寝るときはあの二人と一緒に音楽室にいてほしいんだけど、いいかな。え、僕たちはそんなの、はあ、分かった。それで、ああ、ありがとう。それじゃあ本当にそろそろ寝ようか。亮と修二さんもおはよう。そうだな、僕もまだ信じられない。
まったな。みんな。うむ、いつもふざけているミノルすら相当落ち込んでいるようだしな。もっとみんな楽しそうにすればいいのにな。ダメだよ。こういう時はちゃんと空気を読まないと。空気って透明なのに、どうやって読むの？読めるの？それはそういうことじゃなくて、助けて。まあまあ、アグモンも悪気があるわけでもふざけてるわけでもない。君たちいつもこんな感じなの？アグモンはまああんな感じだな。俺やクネモンもだいたいいつも通りだ。寝る場所を変えたラブラモンというやつがこういう時アグモンをたしなめる役目だよ。そっか、僕たちの方はこんなにぎやかじゃなかったな。教授がみんなを引っ張ってくれて、フローラモンとおさきが僕を励ましてくれて。ふむ、お前のパートナーは昨日から見る限りあまり頼れる相手ではなさそうだな。一番大きいのに？大きいからといって立派とは限らんだろう。それにロップモンへの当たりも厳しいようだ。我々のパートナーは皆未熟なものだからな。多少の至らなさは仕方ない。彼らが良き行いを遂げるよう見守り支えるのもまた俺たちの役目だ。そうだ教授、見ていてください。僕がきっとみんなを いつまでも落ち込んだり悲しんでいても仕方ないんだ。言ってることと態度が逆っすよ、修二さん。修二さんの気持ちも考えてやろう。僕たちより長く教授と一緒にいたんだし、その分ショックが大きいのも仕方ないさ。今はそっとしておこう。でもさ、修二さんにはリーダーシップ取ってもらわないと。次の年長者は葵さんですよ。あとりょうな。どう考えたってこのメンツじゃ修二さんに頑張ってもらわないとさ。でもここは僕がしっかりしないと。まず状況を把握したい。この学校のことや食料や水に関しては昨日聞かせてもらったけど。そうだ、修二さんの方は一晩どう過ごしたんです？野宿だよ。ああ、そりゃ大変だ。では、僕たちが今までどうしてたか順番に話しますね。まあでも若干ハードモードだよな、修二さんたちの方が。教授がいなければどうなっていたか。それに
あんなおっかねえのにつけ狙われてずっと追っかけられるって何なんだあれ。俺ら人間の子供を生贄にとかなんとか言ってたし。そこは教授からも聞いた獣神や瞳悟空の伝承と合致しそうだけど。教授からもっといろいろ話を聞けてたら何かヒントになったかもしれないよな。すんません。ああ、残念だけど仕方ない。しかし、得体の知れない化け物はいるわ。その化け物を飲み込んじまう霧まで出るわ。そうだよな。あの狼みたいな化け物でさえ、一瞬で飲み込まれてた。あの霧に飲み込まれたらどうなんだよ。わからない。でもアグモンたちも絶対に近寄っちゃダメだって言ってたし、気をつけた方がいいのは確かだと思う。まあそうだよな。地下世界とか見知らぬ未開の土地に本物そっくりの山とか校舎とかをコピーしてるとか？壮大なドッキリ！僕らみんな騙されてましたとか。ドッキリってなんだ？お笑いタレントとかアイドルとかをびっくりさせて楽しもうっていう面白いことで。いや、ただの厨房にこんな大掛かりなドッキリとかないな。うん、ごめん。ここが何らかの異世界ならそれで腑に落ちることもあるよ。山深い未踏の地ならともかく、普通に神社や学校に続く山道すらあるのに、どうして捜索隊も青年団も来ないのか、ヘリの一台も飛んでこないのか。やめろよ。どうすればここから脱出できるか、まずはそのことを考えないと。なあタクマ、このままじゃ拉致が開かなくね？修二さんはうなってばっかだし。ごめんね。キュッキュッ。ふむ、クネモンもこう言っていることだし、場所を変えてはどうだろうか。お腹も空いちゃったしね。それに女子の意見も聞いてみないとな。僕たちだけじゃなく、女子二人の意見も聞いてみないと決められないですよ。確かに、それもそうだね。なら、続きは食堂で朝飯食いながらにしようぜ。俺も腹減っちゃったよ。それじゃあ、朝食を取りつつ、みんなで話し合おう。ごめん、みんなは先に行ってて。あ、どうしたタクマ。トイレだよ、済ましてから食堂に行くから。お、そっか、慌てんなよ。本当だ、修二さんが早口で何か叫んでるのが聞こえる。すごい剣幕だ。何かあったのか。
だから僕は反対だ。子供だけでこんな危険な場所を探索なんて。でもさ、ここに留まっててもどうしようもないじゃん。せめて周囲の状況だけは探ろうって言ってんの。そうだ、状況把握は生き残るのに必須だからな。私も修二さんに賛成だわ。ここにいれば外よりは安全なんだし。私も葵に賛成よ。危ないことはしない方がいいわ。君たちを危ない目に遭わせるわけにはいかない。僕は教授から託されているんだ。君たちを無事に、その当てとか方法とかわからなくても、それでもみんなで必ず元の場所に帰りたい、そう思う。修士、確かにね、先が見えないってことならここにいても外に出ても同じよね。だよね。だったら外に出て戻れる方法を探す方が建設的だと思わない？それも一理あるな。でもそのために犯すリスクと釣り合いが取れるかどうかだよ。他に意見は？リョウは？あいつ昨日からずっとああなんだ。ゆきちゃんに春は？わかんない。わかんない。そうか、しょうがない。じゃあ君たちは3人とも保留ってことで。あ、たくま、いいところに来たな。そうだ、ちょうど2対2で意見が割れてたんだ。君の意見を聞きたい。僕も？ああ、周囲を探って地形の把握をするか、ここに留まってしばらく慎重に様子を見るか。いいじゃん、タクマの思う通りにしなよ。決定権はタクマにあるんだぜ。そう言われても。